ということで、今日はね、体を動かしたいな。あら、おっ、いいよ、ね、はい、いいじゃない。題して、ダンスのことなら任せろ、ジャストダンス2023で年末ナンバーワン。ゲーム画面でダンサーさんの動きに、合わせて高得点を狙おうというね、こういったゲームになっております、まあ、今回は2組に分かれて挑戦していこうかなと思います。はい、1組目はですね、海、そして使命チャカの3人、あ、はい、そして2組目はイズノエル、そしてマッチュゲンタの4人でね、いきたいと思います。了解です。ジャニーズゲーミングルームのポジションで、海、シーズン、ノエルは、経験させていただいたんですけれども、そう、俺らの時は画面見ずにやったの。そうだ、そうだ、マジで。そう、ちゃんと30分ぐらいちゃんとフリーでちゃんとフリーでしたよ。あ、そうなんだ。演技になって3人でやってた。そう、ハードだね。めちゃくちゃ頑張ったっていうご褒美に、先輩方が我々のバックについて踊ってくれるっていう。俺らのバックに玉森くんと有岡くん。それやばいよ。すごいね。エグいよ。豪華。カルコンでもないことだ。カルコンでもないから。そうですね。ありえないから。ということでですね、我々もジャストダンス、いいもの見せていきましょう。はい。はい。レッツ、ジャスティン。まずは楽しむ心を大事に。はい、頑張りました。うわ、あ、もう頑張りしてね、頑張りしてね。ではチャカですね、7710ポイント、そしてシメが7691点ということでですね、2000点ぐらい差つけて、すごいね、海は優勝ですよ。やってみてめっちゃ大変だった。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 わかる。チャカも汗だくだもんだって。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、4人にも挑戦していただきましょう。はい、ダンスしてる人いた、今の奥で。あー、これでもうさらっきり大丈夫。大丈夫、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 大
3位シズヤ5084点、おー俺4位だ、4位、ノエル4894点、おお経験者2人が、経験者2人が全然ダメだ。でもね、あんまり違いは分からなかったね。すごいみんな行けてたから、いやちょっとね、もっといったと思った、もっといったと思った、全然パーフェクトが出ないのよ。でもノエル君ほらさ、カウントとかなんだかんだねあったじゃん、無音で踊りましょうの時とか。でもここからだと覚えるタイムがあるんですよね。ほら、覚えたらまた違うんじゃない？確かに変わってくる。なんと30分で覚えて、画面を見ずに踊って最後点数を測って優勝者を決めます。わあ、すごい。画面見ずにやんだこれも。画面見ないのか。きちんやこれ。いやでも振り覚えが早い。トラビスジャパンですか。確かに。30分もいらないかな。30分いらないけど。15だね。徐々に覚えてきた。そう、徐々にね。一回さ、どういう順番だったか思い出す。じゃあ音をかけて、画面を見ずに。あ、いいね。確かに。これか。みんな上でした。片手。はいはいはい、ジャンプジャンプ、あ、ジャンプジャンプ、
やるほど。やべ。全然これない。はい、来た。いやちょっとなんかややこしいところあるけど。しゃあ、覚えた。はい、覚えた。多分覚えた。多分覚えた気がする。20分かかりました、意外と。ここブラインドして、もう感覚、覚えた情報だけで踊るってことですね。はい。まあまあまあ覚えれたんでいけると思うけど、これをまあ3人はやったわけだからね、はい、一度経験者ではあるから、うん、この隠してっていう部分も確かにあの時から比べたらね、我々世界9位ですから。いやそうですね、レッスンもたくさん受けてきた。静かだね。静かだね。ちょっと先行で4人行って、うん、ちょっと経験者ちょっと見守っといていただいて、頑張りなよ。高校でちょっとぶちかましてください。はい、行きましょう。この4人行かせてください。かましてほしいね。かませいいポイントを。それでは最初の4人の挑戦です。マジめっちゃいいな。結果はこちらになります。はい、まずはこの中の4位ですね。7785ポイント。すごい高めです。高いですよ。そうなんだ。あんなに可愛いだね。いやあのね結構間違えちゃったのよ。いやでもさ、イエーイ。いいこと。それではね第2位の発表に行きたいと思います。2位。第2位はなんと9520。めちゃめちゃ高い。もうすでに最高得点と言って過言ではないでしょう。えぐいか。高い。やっぱこう覚えてさっきより点数が高くなったし、そういう部分ですっごい嬉しいし、何よりチュリ勝ってる。やったー。めちゃめちゃ悔しい。そして、第3位は。
9330点、そして第1位はなんと1872ポイント。やばっ普通に。いやもうこれ俺でしょ。おお。1位の発表いきましょうかね。1位の方は松田健太。やったすごいすごいすごい。マジ、なんでそんな細かくだ1万ポイントはすごいわ。いやすごいわ、えぐいね、すごいな、これはすごいわ、ほぼパーフェクトやろ、星5。すごいな、すごいすごい。でもさ、うん、何頑張った、頑張った、頑張った、角度もさ、さあ、ということでこの企画自体ですね、経験して先輩をバックにつけて踊った経験がある3人でございますけども、どうですか、いけそうですか、意気込みで自信は、でも締めは超える自信ある、おお、目指すなら元太の上を目指してください。確かにあんま下を見ない確かにまあいいや、でも楽しめば一番いい、まあね、楽しむことが大事で、いいや、パンチだ
頑張った。さあ、順位は発表されました。点数が分かんない。そうそうそう。確かに。俺ら1枚いってれば、そう。やばい。ゲンタは超えられなくても、チャカとか超えてたらもう。確かに。ガツンとお前は。原稿さえ。じゃあ一気に得点を見ていきましょう。8点はいけ。お願い。8点はいけ。3人の得点、こちらです。ドン。リベンジしたいのはないの、シーゼア、最下位から。いや、したい。お、したい。いや、でも1週間ちょうだい。1週間ちょうだい。The summary of today is… すいませんでした。以上リベンジするからな。リベンジするの？どっちかって言ったら、だから、あの前の曲ってあるんですか、あのゲーミングチャンネル知ってる？ずるいじゃん、お前。分かりました、今回の曲でやってるか、今今回の曲で、ゲンタの記録です。ガスダンス第2弾、秋秋、お楽しみに